苦手な君が悩んでた。僕も大して技量はないけれど、トラブル解決してあげると君は嬉しそうだった。機械なんてどうでもいいけど、パソコンなんて興味ないけれど、トラブルの度に君に呼ばれる。それが嬉しくて、その旅に出会える。素敵な君の笑顔、うっとうしいパソコンが、シンデレラみたいに魔法の馬車に変わる。君と僕を合わせてくれる一夜の舞踏会のように。二人でお茶なんかしたりして、トラブルが消えれば、12時の鐘、今度はいつ呼んでくれるかな。いつの間にか君のトラブル待ってる。その度に出会える、素敵な君の笑顔、素敵な君の笑顔。